位置的には強くね。おっと、どこだ、ナイス。あとワンパーティー言うぞ、俺たちならできるぞきっと。あれボットくんじゃない最後。フラグ？フラグかな。ワンチャンいける。いや、うますぎです、今のは。今のはうますぎです、ちょっと。距離ダウン。はい、GG。はい、GG。はい、GG。ありがとうございます。ありがとうございます。やば。GG motherfucker GG man。 酔ってんね。酔ってんね、酔ってる。やばいもう、もうやばいもん自分でもう。うわお酒が、お酒が美味しい。今日も楽しい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。何何何。おじさん、おじさん暴れないで。おじさんもう、おじさん暴れるわ。もうおじさんお酒飲んで暴れるようになったらおじさんよもう。やっぱ待って、お酒こぼれたんだけど。いやもう俺さ、なんだろう、飲むの下手くそになってるからね。いや落ち着けない、落ち着けない。おっと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 。違う、リロードされてないんだよな、危ねえ。あーね、俺あれだよ、タイファイターが飛んだ時の真似できるよ。あーあーあーだよ。アマトプさんらしい、アマトプさんらしいかい。これがアマトプテクニック。いらない、重い。分かって、こうタイファイター飛ぶ。みんな検索して。スターウォーズタイファイターって検索して出るから。ああ。ああ。だからマジでほんと。ほんと。調べてほんと。VTuber 界、タイファイターのもう、タイファイターが飛ぶ声真似得意な俺自信あるから。マジで。主催してもいいよ。ケンさん準備中だよ。準備 OK しないと。ごめんごめん。ケンさんのドラえもんまで3、ケンさんのドラえもんまで3、2、1、9。バケドラえもんです。なんか似てる。おお、褒められたよ。イエーイ、イエーイ。俺もドラえもんの声出してる。俺もネタ欲しいな。お、ね、やりましょう一緒に。いや言うてね、声真似できるようになったらどこでも笑い取れるっていうか、笑ってくれるっていうか、笑いはないと変な空気になるから笑ってくれる。カズマロキさん、ドラえもんめっちゃおもろい。調べるわ。お、いいね。いいよ。これ真似フォートナイトするか。じゃあニャンチューじゃん。ニャンチュー、ニャンチューやるか。ニャンチュー放送局フォートナイトおー、皆さん、こんにちは。やんちゅうだにゃー。おねずわん、おねずわん。おねずわん。スカーが欲しいんだにゃー。おねずわんの金でビクロイが食べたいにゃーん。おねずわん。そう、M すぎじゃね？ナイス。なんとかかんとかかんとか。
か。あ、ついに。にゃんさんのボイスで癒されて。え、どういうか。一番大きいんだ。よくこの癒されね。で、ベジータで、ベジータ助けてくれ。ベジータ助けてくれ。ナハリーが可愛い、わかんない。可愛くないだろ、ベッチって。あー、うそー、嘘だ、うそー、嘘だ、倒すとき分からん。もうまた受精してベッチだ、ベッチだ、ベッチだ、あるあるある、そうなんでしょ、そうなんでしょ。あー、た大丈夫、お里ならまあ大丈夫だろう。というから、あー落ちた。あー落ちちゃった。ゲームのカード落としちゃった。まあああ、はい、あ、はい、あ、すいません、あ、すいません、実際言われちゃおしめだっていうの。弾き語りは覚えてるんだけど、何、あのね、シルエットやったのは覚えてるけど、なんかね、みたいな。初見です、米津玄師。でも待って、俺米津玄師、ちょ、米津玄師来たから、ちょっと俺さ、あの、なんだっけ、海の怪獣だっけ、海の幽霊のサビ、俺米津玄師の前めっちゃでき真似できるから見てくれ。米津玄師ちょっと、はい、米津玄師来た。いや、マジで俺本人に見せるわ。俺本人に海の幽霊のサビの真似がめっちゃうめえから、ほんとこれね、どこでもやってる、ミナティブでもやってたし。ちょっと待ってね、サビどこだっけ。サビね、サビ聞いてね、これ最初みんな。ほら、星が降るようにあなたに会えた。あの夜を忘れはしない。わ、めっちゃ似てるわ、俺めっちゃ似てるわ。わらわらうますぎるでしょ。オーラめっちゃ見てる。もう公認ですよ、公認、もう公認。オーラめっちゃ似てるわ、俺。やっぱね、うまいんですよね。あ、お父さん謝ってどうぞ。あ、もう普通にね、正直に言う、ファンの目の前でぶち殺されるわ、俺。ファンの前でぶち殺されるわ、俺、ほんと。